はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今日はですね、ちょっとパワープロアプリのビンゴチャレンジ、この中で一つね結構手こずったチャレンジ項目があったので、こちらの攻略した時の内容をですね、ちょっとお届けしたいなと思って、パワープロアプリの方を お届けしていきたいと思っています。でビンゴチャレンジ、今画面出てますけども、チャレンジを達成してビンゴを達成していくっていうね、パワープロアプリやってる方だったらご存知だと思うんですけど、その中でもお題ナンバー16、1打席でファールを5個打つ、これの、攻略方法が粘り打ちがあればミート打ちで頑張れって書いてあるんですけど、これね何度やっても絶対無理だったんです。でその内容をツイッターで投稿したところですね、ちょっと勝手に画面出させてもらってますけど、モンスト信者さんの方から、バント使ったりチームランク下げたりしたらできるんじゃないのっていうことで、実際に達成した時の画面ショットもね貼り付けてやってくれました。なので今回僕もね、アドバイスいただいた内容をもとにプレイをしてみましたので、ちょっとその様子をね見ていただきたいと思います。でご覧の通り、チームランクを下げるために選手は全部 Gもうこの状態にしておくと相手はね基本デフォルトになってます。ピッチャーもパワープロ君3号とかになってるんで、基本ストレートとスライダーだけになってるんで、非常に打ちやすい、狙いやすい、来る球が分かりやすいっていう状況になってますという中で、1球目2球目はバントで、3球目4球目をなんとかファールで粘って、5球目もバントで、3バント失敗でもいいということのようなので、これでね、早速挑戦をしていきましょうということでやってみました。でまず1球目上げてしまったんですが、なんとかファールですね。でパワープロ君3号とかになってくると、コントロール F とかなんで結構ボール球とか放ってくるんですよ。なのでボール球とかは確実にバント、バットを引いて、見逃すと。でその上できっちり来たボールにはバントをする、これねちょっとアウトカウントじゃない、ストライクカウントを間違って3バントになってしまいましたけども、きっちりと1球目、2球目、1ストライク、2ストライク目でバントを決める。これね、成功した時のものなんですが、まずきっちり転がしてバントでファール。で、2球目もバント。これで、2つファールですね。で、こっからはですね、僕の感触からすると、引っ張りの方がいいのかなっていう感じでした。あと、この低めのボールね。この低めのボールを叩くと、大抵後ろにファールチップ気味にボールが流れていくので、この状態で最後、5球目、きっちりバントを決めれば、これで最後、ずるずるプレーをしていくと、最後、難関だったお題ナンバー16、1打席でファールを5回打つっていうのが、達成することができました。なので、ポイントとしては1球目、2球目、バント。で、3球目、4球目は粘る。引っ張りと、あとは低めのボール球をミートで打つと、大概ファールになるかなっていう感じですね。で、最後5球目は、3バントでもいいので、バントを決めていくと、条件クリアということで、達成できましたということで、ビンゴチャレンジやってる方でね、ナンバー16、なかなか苦戦してるよっていう方いらっしゃればですね、ちょっとこちらの方試していただければなというふうに思います。というわけで今回ちょっと短いんですが、番外編ということでパワープロアプリのビンゴチャレンジからお届けしました。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。